知らねえんだって。俺はただ薬を扱っただけで。だったらその薬を渡したやつのところを案内しろ。知らねえ、俺はただ指示されて。クソ、吸ってる。何なんだよてめえは。ただの普通の殺し屋だ。おい、やめ。何言ってんのお前。だから産みたい。迷惑かけないから。それよりさ、悪いんだけどちょっと金貸してくんね。そんなお金ないよ。俺に貸す金ないくせに何ガキ産みたいとか言ってんだよ。あ、おめえの嘘くらい見抜けねえとでも思ってんだか。あ、そのお金は病院の。大丈夫、明日には倍にしてやるからよ。心配すんなって。俺が嘘ついたことあるかな。いつもそうだ。私の人生なんてこんなもの。誰かに優しくすれば誰かに騙される。本当はこんな場所には1秒だっていたくないのに、どうして私だけ。どうして。ねえアリカ、アリカ、アリカ、ねえ聞いてる。ごめん、何。だから今度の連休の旅行、モルディブとバリどっちがいいかって聞いてんの。私、やめなって。アリカに聞いたって、そんなとこ行ったことないんだから分かんないじゃん。あ、そっか。別にアリカも連れてってあげてもいいんだけど、向こうのホテルシーズン中だから、一泊だけでも結構かかるからさ。いや、いいよ。私のことは気にしないで、二人で楽しんできて。ほら、アリカがいいって言ってんだから。それに、新臭いのがいると、せっかくの旅行が台無しになっちゃうじゃん。やめてよ。いいじゃん、お土産くらい買ってきてあげるから。え、なにこれ、諭吉一枚もないじゃん。バレしたよ。何本気になってんの。うざ。そうそう、貧乏人にたかるほど私たち不自由じゃないからね。ひでえな、それが彼氏に対する態度かよ。何、もうお金ないわよ。おい、すねんなって。この間悪かったってな、この通りだから。あのお金が返ってこないと病院にも行けないし、家賃だって滞納してるから、このアパートも追い出されるかもしれないんだよ。その件なんだけどさ、ちょっといい仕事見つかってさ。何これ。ああ、これな、俺のダチに頼まれてさ、
ほら、お前も一度クラブだったろ。クラブって、あの薬売ってた人たちでしょ。じゃあこれ嫌よ。私犯罪者になりたくない。赤、落ち着けって。これはそういうヤバいもんじゃないんだって。じゃあ肥料が持っていけばいいでしょ。なんでわざわざ私が。それはちょっと受け渡しの連中といろいろあってさ、俺じゃまずいんだよ。なあ、頼むって。受け渡しの場所に持っていくだけでいいんだぞ。どうすれば金が手に入るんだ。ガキでもできる仕事だ。お前の子供のためにも金がいるんだろ。いつもそうだ、貧乏くじばかりの私の人生、いつも誰かの言いなりで。でもなんで、なんで私こんなに惨めなの。いや、いつまでもこんな人生のはずがない。人にはいろんな浮き沈みがあるって。私は今たまたま運が悪いだけ。たまたま。そう、変わるんだ。でもいつ、いつになれば天気が来るの。姉ちゃん、ビデオの使いか。あ、はい。これ。あの野郎、俺に借りた金も返さねえで、ビデオに伝えとけ。最近姿を見えがバックれたらどうなるかってな。なんだ、もうがいいのか。もうちょっと行くし、いいよ。あいつにはもったいねえわ。合わせもんぜ。QVC は返してもらうぞ。返してほしくば力ずくで取ってな。どうだ、片付いたか。
リオン、本リアンの奴らを全滅している。どういうことだ。リリーがコードベルトしかった。マジか。奴は生け捕りにしろ。いいな。奴は俺の妹を殺した。マシューは組織の命令だ。リリーを殺すな。分かったな。奴らの足でいた。イレギュラーってどう見ても一般人じゃん。まあ、リリーが誰か助けるなんて珍しいね。キリ、名前は？ひじやまアリカです。アリカちゃんか。俺、ゴロ、よろしくね。で、こっち以上になんかおっかないのがリリー。ゴロ、ペラペラ喋るんじゃないよ。ペラペラって自己紹介だけじゃん。あなたたちって、ああ、彼女は殺しのプロフェッショナル。まあこの世界では有名なんだけどな。俺、俺はただの情報屋だけどな。おい、何カリカリしてんだよ。真柴明が本レアのアジトを襲撃してきた。 QVC の流通ルートは奴らはまだ知らないはずだぞ。だから情報も抑えたと言っても、もともとあの薬の生産技術はあんたたちの組織のもんだろ。奴らがどんな情報を持ってるか俺には分かんないよ。それにリリーいいのか。彼女見てるよ。ここはお前みたいな奴がいる場所じゃない。真っ先に死ぬ中途半端な覚悟しか持ってない連中だからな。リリーの言う通り、ここはアリカちゃんの居場所ではない。今日あったことは運が悪かったと思って全部なかったことにしまいなよ。家族、友達、彼氏、みんなアリカちゃん戻ってくるの待ってるでしょ。帰る場所がないんです。ここにいさせてください。いさせてってね、アリカちゃん。君も見たよね。ここにいたらあのような連中と戦うことになるんだよ。私、子供の頃から親に虐待を受けてて、それが嫌で家を飛び出して今の彼氏と付き合うようになって。でも平気で浮気はするし、私が妊娠しても知らん顔で、友達にも他のみんなにもバカにされて、居場所なんてないんです。帰る場所なんてないんです。お願いします、ここにいさせてください。私強くなりたいんです。強くなってみんなに。みんなに何だ。復讐して殺すか。お前の言う居場所ってのは何だ。自分に優しくしてくれる人間がいる場所か。自分の思い通りになる環境か。出て行け。私はお前みたいなやつが一番嫌いだ。リリー、そこまで言わなくても。落ち着いてください、ダオさん。私はね、なぜかと聞いてるだけなんですよ。落ち着いて話すのはあなたの方だ。なるほど。その薬は確かにあなたに渡しました。そしてウェイジェンのいた部屋に持って行ったはず。しかし QVC は奪われ、仲間は殺された。ダンコント的嫌からさするに、
あの部屋にリリーが現れたのは間違いない。なぜなんです？あの部屋にリリーはいたんでしょう？さあ、いたんでしょうかね。私が質問してるんですよ。疑問文には疑問文で答えろと学校で教わったんですか？なぜあなたは無傷なんです？すいません、実は薬を運ばしたのは俺の女でして。本当勘弁してください。何？あなたは受け渡しには行かなかった。薬は女に運ばせた。わかりました。じゃあ、あなたの女はリリーの行方を知っているかもしれない。QVC の回収の方が先だ。しかし、あの薬は我々にとって生命線と言ってもいい。ましてそれが本連案の手に渡った今、リリーよりも脅威になる可能性がある。心配するな、妹の仇をその腕で取らせてやる。ことで終わりたくない。みんなにバカにされたまま、騙されたまま、私に力さえあれば。よっぽど死にたいらしいな。子供が大事じゃないのか。これはこれは、探す手間が省けました。
あんたが倒れんか。お前らが盗んだ QVC はすべて返してもらうぞ。ほう、残念ながらそれは困るんですよ。事情しろ。この世界、すべては奪うか奪われるか、それはあなたが一番よくご存知でしょう。やれ。
ここで殺す。あんたに恨まれる筋合いはないはずだ。この時を待っていた。あんたの妹を殺した覚えはない。黙れ。これで全て終わりにしてやる。大丈夫か？まずいよこれ。なぜ私をかばったりなんかした？もう逃げたくない。とにかく病院連れてかないと。リリー、それってこの薬を使ってもお前が生き残る確率はごくわずかだ。お前が選べ。行きたいか？貴様が QVC を使ってまで他人を助けるとは意外だな。この女を妊娠している。だからなんだ。俺の妹にも子供がいた。だが貴様はその二人の命を奪ったんだ。わしは命乞いをする気はない。お前の気が済むならここで私を撃て。貴様は一体どれだけの人間の命を犠牲にしてきた。この薬は私の子供の細胞で作られている。何を言ってる。この薬は私の子供を実験台に使って組織が作り上げたものだ。私も組織に子供を殺されたんだ。この娘の容態が安定したら私の知っていることを全て話す。よかった。目覚ました。私リリーがさ、アリカちゃんに QVC を打ったから奇跡的に助かったんだよ。 QVC？ 麻薬を打ったってこと？麻薬じゃない。変異質拡散細胞増強剤、俺たちの世界でそう呼んでる。この薬は脳内の神経伝達物質を一時的に増幅させ使ったものに超人的な力を与える。だがその効力は一瞬だ。こいつはお前の子供の細胞で作られてるって言ったらどういう QVC の元になるのは薬物に抵抗力のある胎児だ。
だがこの薬は複製することはできない。子供一人につき作られるのはせいぜい5本から10本。じゃあさ、QVC を生産するには？今作られているこいつの本数だけ子供たちが犠牲になってる。生産された量を考えれば相当な人数。なら母親たちはどうした？まさか全員殺されたわけではありません。投薬実験は胎児と母体にも大きなダメージを与える。だから今までの母親は誰一人生き残っていない。私とこいつ以外。ギオンはより多くの QVC を生み出すため実験に頼る母体を常に探してる。そのことに気づいて私は組織を抜けたんだ。じゃあさ、あいつらにアリカちゃんの存在が知られたの？腹の中の子供は間違いなく奪いに来るだろう。え？お前はあの時生きることを選んだ。そのまま死ぬこともできたのにな。お前はもっと強くなる必要がある。でも私には。この薬に免疫がついているんだ。今のお前は人の数倍の能力を引き出すことができる。だが使いこなすかどうかはお前次第だ。もうさ、敵の総大将やっつければいいんだろ。リリー、どうする？本来のたちは壊滅寸前だ。リオンは本来の潰しに本腰を入れるはず。そこは俺たちが旅行やるより入れるということか。待てよ、リオンは確か信頼した部下の前じゃないと顔を出さなかったはずだ。あんたが加わってくれれば全ての過去を清算できる。私の過去も、あんたの因縁も。なぜ俺の因縁が？薄々気がついてるんじゃないのか。お前の妹が死んだ本当の理由が。黙れ。ならリオンが俺を裏切った理由は？奴はそういう男だ。陰で組織を動かし全てを裏切りと虚像で支配する。右腕のあんただ。奴に直接聞けばいい。言われなくてもそうする。リリー、お前の話が本当なら俺も組織を敵に回す。だがこれが作り話だ。お前の息の根を止める。いいな？いいの？あの人組織へ戻ったら今の話言われちゃうんじゃないの？いや、やつはきっと帰ってくる。さあってバーの準備しないと。アリカちゃんも手伝って。はい。守備は？ダオレンは始末した。ホンレアンはもう終わりだ。やつらの持っていた QVC は？あの薬はなんでできた？今までそんなことに興味を持たなかったお前が一体どういう風の吹き回しだ？あの薬を作るために俺の妹を殺したのか？犠牲なくして革命なし。簡単なことだ。マジはお前は組織で生きる人間だ。くだらん雑念にとらわれるな。戻ってこい。じゃない？あいつ何やってんの？やだ、どう久しぶりじゃん。何やってたの？いや、別に。あれからずっと心配してたんだよ。アリカ全然顔見せないからさ。ほんと、あれから自殺しちゃったんじゃないかと思ったわよ。
ま、死んでても特に支障はないけどね。あ、そうだ、ちょうどよかった。実はさ、あたしら旅行行くって言ってたじゃん。で、シーズン中でホテル代が大幅に予算オーバーしちゃってて、あたしら遊ぶお金があんまないんだ。ちょ、返してよ。ねえ、ちょっとだけだから。親友の一生のうちのお願いを断るの？アリカはそんな子じゃないよね。大丈夫、ビクチが入ってなくても笑わないからさ。ちょっと、痛い痛い。おめえ何やってんだよ。痛い痛い痛い。親友？笑わせないで。あんたたちのこと一度もそんな風に思ったことない。見えばっかり張って威張り散らして、陰でこそこそ私の悪口言って、心機臭いのはそっちでしょ。アリカ、もう二度と私の前に姿見せないで。アリカ、ごめん。ねえ、怒ったの？早かったか。オンレアンたちはここまで叩けば組織としては崩壊だ。残党もほとんどが身を潜め始めてる。しかし意外だな、お前から私に連絡をよこすなんて。何？ここへ呼んだのはお前じゃないのか？てるのか。こちらの動きが続くなら、リリー、お前はアジトへ戻れ。お前はこのままリオンの居所を突き止める。虹山有香だな。誰？リオンがお前に会いたいそうだ。一緒に来てもらうぞ。リオン？素直に従え。無駄に痛い思いはしたくねえだろ。会いたいの？このまま。いい気になってんじゃねえぞ。なんで？
覚悟の足りねえアマちゃんが。アリカちゃん、大丈夫か。五郎さん、ここまでだ。今日で決着をつけさせてもらう。お前もう少し頭のいい男だと思ってたけどな。やはり野良犬を手なずけるのは骨が折れるな。
リリー、ごめんな。無駄に喋るよ、出血が増えるぞ。アリカちゃん、コロさん、ごめんなさい、私のせいで。私が死んだ。そんな。リリー、どこ行くの？奴を、リオンを仕留める。待って、行っちゃダメ。あなたまで殺される。決着をつけなければ。真柴さんも殺されて、ゴロさんも、その上リリーまでいなくなったら私どうしたらいいの？人は必ず死ぬ、早いか遅いかだけだ。でもお前はもう一人でも大丈夫。お前は生きろ、新しい命のために。私だけ生き残ってもリリーを見殺しにしたんじゃきっとこの先後悔する。逃げる人生はこの子も望んでないから。強情な女だな、お前も。無事にたどり着いたか。どこまでも冷酷だな、お前は。この世界で生き抜くにはな、情に振り回されないことだ。親友、家族、そんなものに何の意味がある？懺悔はないのか。実の子を自らの手でその命を絶ったことに。リリー、俺たちの子供は天寿を全うしたんだ。運命に抗うことなどでき、向こうで仲良く子供と暮らせ。お前を地獄に送る方先だ。
朽ちているんだ。私たちは何泣いてんだアリカ。十分でもこれじゃリリーがむごすぎるよ。今まで私だけが生き残ったことをずっと後悔してた。あの子の野党はよかったって。でも分かった。私が生き残った理由、私が死んだらあの子がいたって証まで消えてしまうから。リリー、最後に会えてよかった。いや、最後なんて言わないで。アリカ、この子と生きて。
な高いとこ行けるか。ありか。ハンタ、まだありかと。違うって。相変わらずね。いや、しかし、お前あの後無事だったんだな。俺はてっきりお前殺され。そうだ。お前があの後逃げ出したせいで俺はひどい目に遭ったんだぞ。お前のせいでな。わかるか？何が言いたいの？昔のことは水に流してやるからよ。ちょっと金都合してくれねえか？この人今ホンニャンティン組織の幹部なのよ。逆らったらあんた消されるかもよ。ホンリアンの幹部笑わせる。てめえ今なんつった？ホンリアンの幹部笑わせる。壊滅状態の組織の幹部がずいぶん偉そうね。まあ相手してあげてもいいけど、命を捨てる覚悟できてるんでしょうね。ごめんなさい。